照明さん、いいかい？ OK よ。おい、ミナミはどうしたんだ？誰だあんた。分かってましたろ。ミナミの身柄扱ったのもんねんから。だったらすぐに1億円用意してもらえまいか。会長、受けてた当時ありませんか？絶対に挑発に乗るな。下手に動くとミナミは危険ですので、金を渡した後に行動してください。これが奴らの条件です。関東と関西の戦争が始まりますぜ。都議会としてもひとまず兵隊を集めて。都議会を恩返した俺をてめえたちの都合で今さら兵隊に借り出そうってのか。うちは昔の都議会じゃないんだよ。それ忘れちゃ困るよ。望月も春男も国の再建を楽しみに。あえてお片付けねえと。東菊創業株式会社は一流企業だ。昔のような真似はしねえ。でも必ずきっかりと落とし前はつけます。誰やったら言えねえんなら俺が言おうか。奴らの挑発です。竹山についたな。